すごい。うわだて。うわ。こんにちは、スタルケルです。皆さん、こちらのインフィニットアキレス手に入れましたでしょうか？このね、乱舞開封する動画あるので、ぜひ見てみてください。で、今回何をやっていくのかというと、毎度おなじみのこちらですね、スパーキング改造ガイド10月版が出たということで、このカスタムをねやって、どれが強いのかっていうのを決めていきたいと思います。で、こっちには11月28日発売のね、絶対防御ベイっていうのが書かれてます。めっちゃかっこいいですね。それではもうね、カスタムしてあるので、それぞれ見ていきたいと思います。一つ目がインフィニットアキレス EV-1A 分厚い大型刃のアタック改造ですね。インフィニットソードとシャーシで攻撃力を上げる背の高いドライバーで効率よくレイヤーの刃を相手にぶつけてバーストを狙え、といったカスタムです。このカスタムはもうめちゃくちゃアタックに振り切ってますよね。このインフィニットソードもアタックだし、 1A もアタックで、さらにこの2つがねこう重なってめちゃくちゃねでかい刃になってるので、本当これは結構吹っ飛ばし力とかがありそうですね。で、さらにこのエボリューションダッシュがめちゃくちゃアタックのねすごいいい挙動を見せてくれると思うので、これは結構アタックとして強いんじゃないでしょうか。それでは次はインフィニットアキレス MB1B 硬い盾で受け流すディフェンス改造。インフィニットシールドを装着してシャーシと合わせてレイヤーを硬い盾に改造、粘りのあるドライバーで攻撃を受け切って守り勝つ、といったカスタムですね。これね、ディフェンスタイプになってるんですけど、この 1B がね、バランスタイプなんですよ。で、メビウスが結構スタミナある系なので、割とバランスの整ったベイなんじゃないかなと思えます。このインフィニットシールドも割と円形に近い感じなので、これでスタミナも割とあるんじゃないでしょうか。これも強そうですね。そして最後、インフィニットアキレスホイールウェーブ 1S 超回転の攻防一体バランス改造ですね。シャーシとディスクで回転力を強化することで、攻守のバランスのいいリングとドライバーの能力を最大限引き出す、といったカスタムです。インフィニットソードとシールドが付けられていないので、割と機動力はありそうなんですけど、その分ちょっと軽くなってるのをホイールでカバーしてるっていう感じなんですかね。で、ドライバーもウェーブなので、まあ、割と器用に動けるか、それとも何もできずに終わるかのどっちかな感じがしますね。ということで、この3つのカスタムを紹介しました。で、これからバトルをねするんですけど、この3つの中でどれが一番強いのかっていうのを皆さん今のうちに決めておいて、でコメントしてください。これが一番強いんじゃないかみたいなね、予想してコメントしてください。で、それがもし当たった方にはおめでとうと言いますので、ぜひ当ててみてください。ということで、今回戦うのはこの3機です。これが前回のスパーキング改造ガイドで一番強かったワールドスプリガンメビウス 2S で、これと戦う時は同回転で戦っていきます。そして前々回の改造ガイドで一番強かったテンペストハイペリオンリボルブ 2S です。そしてこれがレイジロンギヌスのスパーキング改造ガイドで強かったレイジヘリオスナッシング 3A です。今回はこの3機とバトルしていきたいと思います。それではまずはインフィニットアキレスエボリューションダッシュ 1A でバトルしていきたいと思います。一番最初に戦うのはワールドスプリガンメビウス 2S です。とやっていきたいと思います。うお、すごい。うわうわ、ダブルバーストしましたね。ちょっとこれもう一回やっていきましょう。それではもう一回やっていきます。さて、こっからアタックで攻めきれるのかどうかですね。さて、接触するか。来た、こっから勝てるか。あー、スピンフィニッシュ。それでは次はテンペストハイペリオンリボルブ 2S とバトルやっていきます。オーバー、
それではラスト、レイジヘリオスナッシング 3A とバトルやっていきます。オーバー決めましたね。このインフィニットアキレスエボリューションダッシュ 1A 使ってみた感じ、結構オーバー力はあるんですけど、ほんと最初にちゃんとオーバー決めないと後々全然ね、アタック力がなくなっちゃうので、もう序盤勝負って感じですね。それでは次はインフィニットアキレスメビウス 1B で戦っていきたいと思います。一番最初に戦うのはワールドスプリガーメビウス 2S です。とやっていきましょう。さて、いやこのね、地味な戦いが始まりましたけど、こっからまあ持久ですね。持久勝負どうなるのかってところが、まあ、見どころでしょうか。まあ、どっちもドライバーはメビウスですからね。うん、どうなるのか。お、どっちだ。ドローかな。ちょっともう一回やっていきましょう。次本気シュートでやってみます。さて、うわ、オーバーされましたね。それでは次はテンペストハイペリオンリボルブ 2S とバトルやっていきたいと思います。おお、やばい、体勢が、あ、でも耐えてる耐えてる。さて、こっからこっからどうなるのか、怪しいかこれは。あー、スピンフィニッシュ。それではラスト、レイジヘリオスナッシング 3A とバトルやっていきたいと思います。接触しそうした。こっからどうなるか。おー、スピンで勝ちましたね。ということで、このインフィニットアキレスメビウス 1B 使ってみた感想は、やっぱ逆回転だとメビウスのね、良さが発揮されるんですけど、同回転だとやっぱスタミナ勝負になっちゃうと負けるかなっていう印象がありましたね。それではラスト、今回のダークホース、インフィニットアキレスホイールウェーブ 1S ですね。もうこいつの強さがマジで未知数なので、どんなバトルするのかっていうのがめっちゃ楽しみですね。それではやっていきましょう。一番最初に戦うのはワールドスプリガンメビウス 2S です。やっていきましょう。さて、おお、スピンフィニッシュ。それでは次、テンペストハイペリオンリボルブ 2S とバトルやっていきたいと思います。さて、おお、相手の攻撃をうまくかわした感じがありましたけど、こっから、あ、やばいか、もしかしてこっからどうなるのか。普通にスピンで負けましたね。それではラスト、レイジヘリオスナッシング 3A とバトルやっていきます。さて、お、お、押してるか。お、なんかいい感じが。さてさて、どうなるのか。最後クリアイ、お、カット。このインフィニットアキレスホイールウェーブ 1S 使ってみた感じなんですけど、なんか、ま、強くもなく弱くもないってところですかね。割と、ま、戦えるといえば戦える。ということで、今回のスパーキング改造ガイド10月版で一番強かったベイは、こちらのインフィニットアキレスエボリューションダッシュ 1A になります。このバランスタイプも強いかなって思ったんですけど、
やっぱりね、シールドとかつけた方がより強くなるかなと思いましたね。ということで皆さん予想は当たりましたでしょうか。まあ、今回のカスタム以外にもこのインフィニットアキレスの強いカスタムなどあればコメントでね、ぜひ教えてください。ということで今回の動画は以上になります。いいなと思った方ぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter のフォローやサブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。